カセットの時代からディスクカードの時代へ、ゲームの世界を大きく変えるファミリーコンピューターディスクシステム。ファミリーコンピューターディスクシステムはカセットに代わるラムアダプターとディスクカードを再生するディスクドライブから成り立っています。まずラムアダプターを本体に差し込み、ディスクドライブに接続すると、ファミリーコンピューターディスクシステムのセットが完成します。セットが完了したら、ファミリーコンピューター本体の電源スイッチを入れてください。テレビ画面でディスクカードのセットを指示してきます。ディスクシステム専用のディスクカードはメモリー能力が3倍、そしてゲームによっては最高得点や名前、ゲームデータを記録として残せます。さらにもう一つの特徴は、別のゲームに書き換えができることです。いよいよディスクカードをディスクドライブに差し込みます。完全にセットされるとイジェクトボタンが飛び出し、作動中のランプがつきます。この画面はラムアダプターがディスクカードの信号を読み込んでいることを示しています。これから始まるゲーム説明に使用しているアニメーションは、実際のゲームには使われていません。ゲームの種類によってテレビ画面の指示に従い操作してください。いよいよ従来のロムカセットと比べ3倍のメモリー能力を生かした新しいゲームの始まりです。遠い昔、ハイラル地方の小王国に神秘の力を持つ黄金のトライフォースが代々伝えられていた。だがある日、闇と恐怖で世界を支配しようと企む大魔王ガノンに、そのうちの一つ、力のトライフォースを奪われた。闇の支配を恐れたゼルダ姫は、もう一つの知恵のトライフォースをガノンの魔の手から守るため、8つに分け、各地に隠した。ゼルダ姫は、ガノンを倒してくれる勇気のある人物を見つけ出すため、ウバ・インパを密かに旅立たせたが、追っ手が迫り、絶体絶命。その時、一人の少年が現れた。その少年の名は、リンク。隠された8つのトライフォースを集め、ゼルダ姫の救出を決意する。この先は危険じゃ。好きな武器を授けよう。行け、リンク。リンクは武器を手にした。ゲームはここから始まる。戦いはリンクと敵の生命力の強さで決まる。リンクは生命力を回復するために敵と戦い、ハートを奪う。生命力は画面上のハートのマークで示されています。ある時はおばばから命の水を買う。そして泉に住む妖精はリンクに生命力を授けてくれる。探し求めるトライフォースは、この広いハイラルの王国の中の8つの地下迷宮に隠されている。迷宮発見。今、新しいゲームデータを読み込んでいます。
迷宮の中には得体の知れない強力な怪物がリンクを迎え撃つ。途中で見つける鍵や宝物がリンクの行く道を切り開いてくれる。地下迷宮で遭遇する怪物は30種類。そしてリンクは自分の強さに合わせて戦うか逃げるか決断せねばならない。生命力や宝物を集めながらリンクは日々成長し、巨大な敵に戦いを挑む。果たしてリンクはガノンを倒しゼルダ姫を救うことができるのか。それは君の腕にかかっている。スペクタクルファンタジーゼルダの伝説は君が作る物語である。再び始まるもう一つのディスクカードゲーム。説明に使われているアニメーションは実際のゲームには使われていません。 SF 時代劇謎の村雨城。金色に輝く不気味な物体が嵐の夜を襲った。村雨城から異様な叫び声が聞こえてきたのは確かその日からであった。異星人の侵略か、正体不明の生命体が城内の石像村雨に住み着いたのは紛れもない事実であった。正義に燃える青年剣士高丸が密命を帯び、謎を解くべく今立ち上がる。江戸を出た時から忍び寄る影の軍団。行く手を遮る村雨の手先を次々蹴散らし、高丸は行く。どんなことが待ち受けているのか。途方もない驚きと戦慄に高丸の刃が光る。謎の力に支配された五色に輝く五つの城。村雨に操られた五人の城主たちは凶暴な姿になり、妖術を駆使して高丸に襲いかかる。次々現れる忍者軍を倒し、五つの城で死闘を繰り返す。高丸は五色の謎の玉を手に入れ、徐々に謎に近づく。道中で起こる数々の奇想天外な出来事には、村雨に近づく大きな手がかりやいろいろな忍法の使える方法が隠されている。敵や場所によって剣術忍法を使い分け、戦いを有利なものにする。ある時は火炎の術、ある時は風車剣の術。高丸の周りには数々の秘密が隠されていた。村雨の正体とは、その謎とは、謎の奥に潜められたもう一つの謎とは。この謎に迫れるのは君自身だ。この2つのディスクカードゲームは長い物語です。
だからセーブ機能を使ってゲームを途中で中断してもいつでもその続きを楽しむことができるようになっています。ある意味で主人公が日々成長しながら展開する連続ドラマといえます。ファミリーコンピューターディスクシステムのもう一つの特徴はゲームの書き換えができることです。お店にディスクカードを持っていくとこのディスクライターで簡単に別のいろんなゲームに書き換えができるのです。ディスクライターに入っているソフトバッグから好きなゲームを選んでディスクカードを入れると30秒から1分ぐらいで新しいゲームに書き換えができます。もちろん書き換えはお店の人がやってくれます。それに今までのカセットを買うよりはるかに安いので手軽にご利用いただけます。取扱い上特に注意すべき点に触れておきましょう。作動ランプがこのようについているときには本体のリセットボタンや電源スイッチ、ラムアダプターやディスクドライブのイジェクトボタンに絶対に触れないこと。ゲーム信号に異常を生じることがあります。またディスクカードは磁気フィルムなので汚したり傷つけたりテレビやラジオなど磁気を帯びたところには置かないように気をつけてディスクカードホルダーに入れて大切に保管してください。ファミリーコンピューター本体ディスクドライブ、ラムアダプターで構成するファミリーコンピューターディスクシステムはゲームの世界を大きく変える全く新しい夢いっぱいのシステムなのです。